右下の方がレベル、12か12になったので、まこなこです。ダンジョンウォーフェア今回レベル11、2つほどまだあるのでそちらはやっていきたいと思います。ここは金庫がある。ちょっと待って、地域公園しかいないんだけど、どんな感じのマップになっているのか早速やっていきましょう。公園のみであるならばここか。いや、ここ一つ、あ、そっかそっか、宝箱開けるとこの辺りも全部開くんだよね。ここ一つでここら辺掘られても問題なくなるけど、あれか、トロッコが全く使えなくなるのか。かといって外周全部囲っていくというのは現実的ではないと思うので、かなりこのマップ形状が大きく変わる可能性のあるプレイをやることになりそう。例えばここでやっててもまたこの、あ、右側1個ぐらい置いとけば大丈夫か。1個ぐらい何か置いとけば右から入られる心配はなくなる。でここデーモン、ブレード、スパイク、トラップで自らで破壊するっていう手もあるんだけど、ここまではしなくていいかなと思うので、とりあえずこんな感じで外周にやっといて。でもこれだと絶対無理だよね。あれ違うぞ、コインのみかと思ったけどそうじゃないな。なんだもうそういうのは早く言ってもらいたかったな。コインのみしか出てこないと思ったからいろいろ考えたけど考えが無駄になった。今回どうしよう、ポイントがっつり貯めてしまってそれでどうするか考えるというのは違うぞ、これ。何やってるんだ、これ。ここだ。こっち側だ。こっちが手前側も。まあ。ここやって、こうやりましょうか。何やってたんだか。最後抜かれないようにだけはやっておく。この辺落とし穴に落とすような戦い方やった方が本来であればねいいとは思うけど、火炎じゃないか、なんかバカなことばっかやってるな。ここら辺にやっといて、こっちは普通に上から下にボールドトラップ使った方がいいかも。もしくはここら辺に対する対応やった方がよかったかも。続々とホラルですけど、全部ブロックで埋めるという手もあるけど、トロッコがあるから、トロッコの爆破ダメージで壊される恐れがあるんでね。全部対応しようとしても。あと金庫。ガンガンと削れている。ここに来るんであれば、宝上。でも来てるか、来てないって言うと思ったけど、全部埋まるまでに守りきれればいいけど、あとはポイントちゃんと貯めておく。真ん中壊した、これはトラップなんだろう、これなんだっけかな、あ、門直すやつか、門とかの耐久力があるもの。もう以外にも何かもう一個直せるものあったと思ったけど、ちょっと内容忘れた。あ、それでも、そこまで苦労しないな、今回に関しては。今のところね。厄介だね、徐々に。だから、ここを置くと、多分、どうなんだろう、これ壊されないのかな、この場所。壊されるな。壊された後どういう扱いになるかがまだ分かってないので。壊された際に、
ブレード置いとくか、ここ。このブレードアップグレード。うん。とはいえ、威力はそこまででもない。まあ、それでも、一回回れば倒しきれるか。うん。悪くないね。なんだ、苦労することなく対応できる。となると全部グレードで囲ってくって手もあるし、でお金今回溜まったまま使うこともなく、これだけでもやっとくか。持続時間増加かリロードか発射距離、周りのユニットに燃え移る。うん、いや、いいのかな本当に。なんかアップですごい攻撃が来そうな気がするけど、やっぱここ壊しにかかってるな。これ壊された際にこの上がどうなるかでね、上に乗ってるものが当然そんな生優しくないと思うから、その分のお金がなくなるとかはありそうだけど、うん、問題ない。これここから右打ってもらう。本当にいいのこれで。何ウェーブか分かんないけど、あ、壊された。真上でも壊されたことによって、ここちゃんと壁のところに物を置けるんで、これはこれで悪くない。ほぼほぼこの真ん中のこのブレードのみでなんとかなってるかのような。間違えた。抜かれてんね。2つぐらいは塞いでしまっていいと思うので、今塞ぐか。発車ルートで来る可能性もあるのか。今回お金ほとんど使わずガンガン溜まる一方、これ左側せっかくいろいろでやったんだけど全く意味のない。雷だな、ここ。今やるか、あとあと、まあ、雷全部やっときましょうか。案外これだけでも出るんじゃない。そうでもないか。やっぱり一つを能力かけてった方がダメージが高いと思う。それでもこの辺りを必ず通るんで。また抜かれた。うん、今回普段使わない雷アンダー系ガッツリ使えるんで、これはこれは悪くない。ライト2のプラス、うん、このままで終わるのかどうか分かんないけど、今のところ問題なく、もう一個置いていきましょう。いいね、こういうの時には、ね、ここまでここまで楽していいのって感じだけど、急にすごいウェーブ来る可能性もあるからちゃんと見とかないと。やっぱり遠いぐらいしかもう出てこなくなってるので、ここら辺うまく対応できてれば
問題にはならないでしょ。ここでライトニング全部やり終えた。うん、コインのみだね。となるとここら辺貫通ダメージにしてもいいしで、うん、上にも来なくなってるからもう上のも外してもいいかもね。これで貫通、下から上に向かってもまた撃ってもいいしで、何これ、本当にこんな簡単でいいの。アートも変わらないんだけど、やってくるの。ガンガン出しましょう。全部出してしまった。あー、ちょっとこれはナメコだったか。カーソルの位置が分かんない。ブレード、このブレード、ブロック置くか。置けないわ、もうブレード置いたから。壊されちゃった。あ、サイト。ちょっと、ちょっと待って。これしかないよね。まあ最後あるか。いいと言えばいいんだけど。いや、これでいいな。いや、これ多分効かないか。バリケード強化向こうって書いてあるね。どうだ、向こうって。はい、サイト。うまい。危ない。5分以内で金庫破壊は達成か。でも全部で17分になってるね、修理道具。当然分というよりかは2倍4倍やってるんで、プレイ時間は、ね、短いけど、うん。レベル12。じゃあ11、こちら側行きましょう。8分以内にクリア。これ様々なもの、飛行マシン丸。どんなもんだろう。この迅速トーテムは特段使われないんじゃないかな。でも右側経由で来るって可能性あるのかな、これ。ちょっとわかんないね。だってこの右側から左、違う、迅速トーテムがあることによってこの場所、ここからボルトトラップ常に打ち続けられるのか。うん、ちょっと装備やり忘れてた。この辺りブラックホールは使ってない。ボーラとダートも使ってない。これ初期が454、アイテム発見のレア度が上がる。シャアの墳墓使ってない。まあそこまでか。特段切り替える必要ないでしょ。でスキルとかも忘れてる。スキルは炎はもうマックスまで上げてしまってもいいかもね。これでマックスまで上がった。で、続いてこちら側。今の形状だとブレードあたり使いそう。あとはボルトトラップ。最後サンダー。まあ、片側に集めるって手は当然あるんだけど、それしなくてもここをまず左右で、貫通系どちらかやる。他。ファイヤー。やっといて。
で、デーモンを、デーモンを、こうか。ブレード、ブレード。とりあえず、これでいきましょう。あれ、これ放ってない？あ、考え違ったな。ずっと打ち続けるかなと思ったけど、すぐそばに物があるから。グレードこっちをダートにしましょうか。こちらが貫通系行きたかったけど、貫通まで上げないという選択肢もあるけど、まあ右貫通でいいか。こういう風にたくさん来るってことは、今後も右が優先で敵がやってくる可能性がある。あー、まあ飛行系ね、飛行系はそう来る。ここだともう寄られすぎかな。攻撃今当ててたけど、あんまり早くに攻撃当てられても、ね、逆に困るかもしれない。ここら辺の飛行系だよね。飛行系どう考えるか。ここから右には多分弾届かない可能性があるから、片方塞ぐというのも一つの手だと思うけど、こっち側塞げば飛行系がちょっと来てしまう可能性あるけど、全部残りは右側来ると思うんだよね。となると右側優先でいろいろとやっていくと良いかも。いざとなったら左側塞ぐ。合計やってきた。これはもういいでしょ。それぐらいになれば考えがまとまらない。こちらか。やっぱりダメージ量増加、鎧破壊。手前側念のため、左はそこまで敵が流れてこないんだよね。とか言ってたら後で大量に左から来る可能性もあるから、一応ブロックいつでも切るような体勢は整えたい。左が来てるね。真ん中あたりで左右行くか。ボルトトラップ左右狙っていきたい。外したな。いやでもこれだけならば簡単すぎるので、何かあるとは思うけど、やっぱ空の敵だよね。空の敵は全く対応できてないので、それでも6とか限定的なので、3とかここまで苦労するかと言われるとそうでもない。出た。左側ちょっとゴーレムが怖いかなと言ってるから、能力上げたいけど、このひょうひょう来るの怖いね。
敵は貫通があるから大丈夫。左も炎をやっときたい気はするけど、もう一個ぐらい途中でダメージ通りに。当たることもなくなってしまった。それぐらい順調に。順調にいってるように見えて厳しいんじゃない？特にこの飛んできてるの。お、あー、バリケード即座に破壊。ちょっと待ってちょっと待って、それ想定外。これ場所おかしくない？この、あ、違う、単純にいなくなってるのか。危ない危ない。槍も能力を上げてくる。300何歩までポイント待ち。あ、そっか、左側やっぱり炎はないから、途中で炎切れでダメージがあまり通ってない可能性がある。それでも簡単だな。特にこの迅速トーテムが何であるかが分かんないんだよね。全く使用されてない。召喚数増やします。当たってないのが気がかりなんだけどね。この辺り普通に当たってくれても良さそうなもんだけど、必ず一発ぐらいしか当たらないんだよね。本能をこの辺りでいいかな。うんうんうん、たくさんちょっと右側っていうのを何とかしてもらいたい。右ここ抜かれてんのか。ここ抜かれてるんであれば何かできるかと言われると何もできない。やっぱりちょっとくっつけるような感じで左右にボルトトラップやった方が、普段使えなくても、まあ、空飛ぶ時には有効。さすがに普段は放たないね。いや、放ってるな。そうなりともかすってるのか。見えない見えない。ちょっと待って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 、あー、なんでだろうな。まあ、ちょっと待ってと言ってても待たないってことは分かっちゃいたけど、まあ今のはゴーレム呼ばれすぎだと思う。なのでもうちょっと早めに対応しないとダメだったけど、ここまでは合ってるはずで、こっち側も合ってるはず。炎か。うん、一個足らない。一旦外す。こっち側も足らない。もう一個外す。これで、
それで様子見。ごめん、これで様子見ましょう。当然これを上げていかないとダメだよね。いやー、あれか、左が閉じるか、閉じてどうなるかを確認するのはありだと思う。多分飛行機が一直線で来る可能性は分かってた。なので上にボルトラピックでやっていけば問題なくなるでしょ。じゃあ、あとはもうこっち側鍛えればいいだけなんで、自分的にはすごく楽です。これ倒しきれるかどうか、一発で。一発で倒せない。ダメージ上げましょう。うん、これで問題はなくなった。取るか。アップグレード。最後ダーと行きましょう。うん、あと炎をどこかにまた箇所やっといて、ガンガンと。これでも抜かれる気配あるから、この辺りやっとくか。うん、後ろに任せるか、もう一個左側から右に向かって打たせるか。安全考えると左から右なんだけど、いざという時にここら辺がなくなってる時にね、ひょいって来られるとどうにもならない。じゃあ並べていきましょう。いや違うな、もうちょっと手前側でボルトトラップか。ちゃんとピンポイントにこのゴーレム呼び出し欲しする。これができればそんなに難しくなかったはず。ピンポイントできてないな。物の見事にかわされてる。なんで外れる全部。ボルトトラップやっといて、ここから左側から右に放ってもいいしで、その前にまずダメージアップ。もしかブレード1個ぐらい置いといてもよかったんだよね。ここブレード置いてちょっと外して、少し時間止めて敵の動き止めて、ボルトトラップで上を打つ。これもいらないな。アップグレード。となると、こっち側を最上位にした方が正解だったかも。うん。まだか。ようやく。
でその後はもう単一に対して6倍のダメージ。この後通常のダメージアップ。まあようやく、この後はどうするか。こっち側アップグレード。あー、この端のやつ来てるけど特に右行くわけでもないんで、なんだろうな、何しに来てるかわかんない。リロード速度アップ。デーモン数アップ。さらに数を増やす。問題ないな。さっきは一体何だったのか。ここら辺上から下にボルトトラップか、もしくは炎か。左側は倒してる。左から右に。うん、さらに攻撃力アップ。あ、ダメだ、ずれてる。落ち着いた。340何歩間待ちましょう。あとどうなる、少し作れるからそっち側狙ってボルトトラップもう一個やってもいいかも。あ、でもそれやるぐらいなら上の方やった方がいいか。うん、うん、抜かれてんね。手側ダメージアップ。もう一個上げたいけどポイントがない。うん、まあこれあるということを考えるんだれば、やっぱりこの右側ボルトトラップ上に向かって敵の多少膨れるところを、ね、狙ってやっておけば、この飛行系もフォローができた。これは一つだけでいいんだよ。ダメージアップ。あとは、まあ、左から右か。何追い払えてるので、もう一個手前側にこのスパイクトラップ地面から出るものやってもいいかも。ああ、これ橋桁作ってくれたことによってここ少し通りやすくなってるんで、これが当たりやすくなってる。ちゃんとこの3マスの中に敵が入ってきて、偶然だけど悪くない結果をもたらしてくれた。あー、そういうのあるの。それ想定外だな。3万何歩もあるんだけど、こんな対策やってないんだけど、全く3万何歩も削れる。いや、削れる気配ないよ。まあでも今ようやく、今2万8000何歩一気になんか削ったかのような。多分これ罠で一気に削れてんじゃない。何やってんのこれ。あー、なるほど、風船一気に。だけど雷くらい置いていけば。
もういらないの回収。雷。多分罠のダメージで、あとここ戦い合ってるのかもね、もしかしたら。あと2000なんぼ。最後罠おしまい。簡単すぎた。うん、ボスが唐突にやってくるから対策立てようがなかったけど、まあ今のは偶然いい感じに合わせやすいような形で来てくれた。うん、こちら側。これあれだな、なんか光ってるな、ヘルプ。なんで急にヘルプ光り出した？そんなに負けが多かったってことか？多分書いてある内容は変わらないはず。何か追加されたってわけでもないと思うけど。あ、もしかしたらこの魔術師のゴーレムの話が追加されてる可能性もある。いずれにしろ。まあ、なんでだろうな。なんでハテナが光ってたか。で、次は、全部12か。じゃあ右下かな？なんか右上が最後っぽいよね。左下からスタートだから。炎上がり終わった。迅速、これずっとやっていくと、延々と100以上も、100倍以上もいきそうなんで。まず他。ペナルティ減少。この辺りももうちょっとやってもよかったかもね。結合。すぐそばに同じもの作ると。リロードが早くなる。こっち側。これ売れればよかったんだけどな。なんで売れないんだろう。このダメージ 52%。 ダメージ量が 52%。 こっちよりかはこっち側。これは射撃の懸賞金プラス6。そこら辺あんまり出てこないからな、軍楽隊とか。破壊されたトラップを自動で売却。ああ、なるほどね。ブロックとか自動で売却してくれる。破壊された段階で。とはいえ、ブロックぐらいしかないでしょ。さて、125。うん、ボルトトラップがやっぱり、有効だと思う。右下行きましょう。蜜の森。ドワーフがいる。波状椎。工場用椎も出てくる。ここ足速くなるもの。なるほどね。牛が多分こういうルートで上行くと思うので、少なくともブロックはこことここはタグすると真ん中行く。ここも2箇所塞げば。あ、でもこの牛がどう動くかだな。ちょっとこれ一旦呼び出してどう動くか。右が行くか。なると、ここも塞いでしまうと、すごいルートになる。これだと、後ろにぶつかってくれるのはいいんだけど、まあ、ここの、精霊は、守護霊、当たらない可能性もあるから、ならばこの格好がいいかも。ちょっと牛使ってしまったんで、もう一回スタート。うん、ちょっとブロックが多めだけど。あとは右側から来る敵を早め早め。迅速トーテムをこちら側から倒す。こうでいいか？もう一個ブロック置いて、固めたいんだけれども、まあ、それやってしまうと罠。これはこっち側やってこれやって、まあ、これやってこれでいいと思う。左側も早め早め、手前側でまず作ってしまうって手もあるしで、いずれにしろ
これで様子見ましょう。確か罠も潰されないか。よし、あ、罠潰す。お金手に入るのかな、あれ。お金手に入るんであれば悪くないけど。ここを貫通系やってしまってもいいし、これ上行ってるね、誰か。タグか、ここも。ここ一個塞いでしまえばもう来れないと思うんで。手前側抜かれすぎ。リロード速度アップ。あー、出血ダメージあっちゃった。これ戻せないからな、1個。どうなんだろう、回収しようとするとどこまで回収できるのかがわからないから、試そうという意味にはならないけど。こっちもダメージは上げて、抜かれてんね。こんな感じで。そうなるとこっち側よりかこっち側の方が敵の通り道になってるので、貫通系やるならこっち側か。いや、どっちも貫通系に不向きなような気がする。特にこれがあんまり役に立ってない。1個ブロック置けば対応できそうだけど、ドワーフがいるので結局は壊されて終わってしまいそうなんで。あ、でも牛が通るときに放ってくれるから、やっぱり貫通するならこっち側だよね。貫通系、全然当たってなかったね。左側はこの辺りで一旦炎切れ。これもダメージアップ。あとは上どういくか。ここ上から下でもいいし、まあその前にここにデーモン置いておく。あとはポータルでなんとかなるでしょ。あとはどうだろう、何で対応すればいいか。雷とかもありだとは思うけど、雷そのものはそんなに強いとは思わないんで。これ抜かれるな、こんなの来られたら。壊した。どう止める、止めようがないんだけど。これどう止めればいい。まだもう一個ある。ちょっと待って、ちょっと待って、それ数多すぎやしない。そうだよね。いやー、これは分からんな。まあでもここも閉じないとダメか。こんなに長くなるんであれば、これで真ん中で頑張るって手もあると思うけど。そうなんだね、ここ大丈夫か。牛がぶつかってバリケード壊れる可能性もあると思うけど。全部真ん中で頑張りましょう。
もうちょっと届いてればいいかなとか思ったけど、ブレードブレード剣山、これは先に右側といったところで一旦やりましょうか。なるほどね、そういうこともするのか。レベル上げて、リロード速度上げて、さらにレベル上げて、340溜まったら、ダーツ。内側もダメージアップ。一気に持ってったね。これで、右側なんとかなった。なんかあれだけど、あれぐらいいいでしょ。ここ、やっぱり潰さないとダメか。でも、ここ潰すとドア来るんだよな。まあ、ここ行かれた後、ここを閉じれば、まあ、でも下ルート来られるか。もう一個ぐらいは塞がないとダメかも。飛ばしましょう、素直に。ここで上下なんとか倒してもらう。で、炎をここら辺、これ厄介だな。まさか左側は炎がそもそもなかったのか。そこ壊されんの。まあこう置けるか。これでこの真ん中の爆風からは逃れられると思う。だからこの迅速トーテム今度壊されると一気に抜かれる可能性がある。自分が壊せなければ大丈夫だと思うけど。ダメージアップやっといて、右から左、これ、俺の対応できないと終わる。ここ貫通系でいいかな。貫通系いけばいい感じに、この辺りも全部倒してくれればいいけど、倒してないんだよね。置けてない、敵のところに。見えてない、見えてない。そしてこっち側も手当てがない、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 手当てがなさすぎる。真ん中も厳しいか。いや、ブロック使いすぎのような気はするんだよね。これぐらいやらないとうまくいかないように思う。側をもうちょっと当たるような体勢まで持っていければいいけど、もしくはもうここ全部壊して一直線いけるような体勢まで持ってっていうのはありか。そんなに早く壊れるかって話にもなるけど、でもそれをやろうとするとここら辺のブロックも壊れそうだから現実的ではないような気がする。ちょっと今の体勢もう一回試してみてどうなるか。
さり抜かれてるけど、あれぐらいだったらいいでしょ。アップグレード。抜かれてる抜かれてる抜かれてる。よくないよくない。次はリロード速度と数も増やしたいけど、今はその余裕がない。こっち側は能力アップ。数は足りてるはず。あ、これドワーフ、ドワーフ、よくないよくない。時間も当然よくはない。あ、壊された。まあしょうがない、まだそこは必要じゃないんで。もう一個行かれるとここは必要なんだよな。ちょっとなんか変な動きが、おかしい動きがおかしい。待ってくれ。いや、こっち側来られたら、うん、この1個倒せなかったけど、まあ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 、これ壊してほしかった。ここは全然耐えきれてないな。召喚数増やすもそうだけど、それだけではないような気がする。終わった終わった、なんとか全然はいる。うん、内側能力上げといて2回つく。いやでもこれやっても同じだな。なんとか早めに敵の工場椎を壊すことをしないとダメなんだけど、そのためには全右側に物を置いとかないと。どうするかな。まあ、ここから右に打つのをちょっと待って待って、上行かれてるけど危ない危ない。今変な角度、それ良くないんじゃない。下もなんとかなりそう。これでね、これをアップグレードして貫通型にする。あれかな、ここかな、この牛使うとしたら。でもここ倒したところでその先行けるかって話にもなるしな。今じゃないような気がする。これ貫通ちょっと遅かったな。貫通まで持ってくの、下に対して何かフォローを置いときたかった。うん、ちょっと数が多すぎる。足止めなんとかできた。なんとか足止めできている。足止めできてるか、本当か。数1個2個1個2個1個2個3個今倒せそうだったけどな。ちょっとここ難しすぎやしないか、というか分かんないな、どういう風に設置したらいいかが。ちょっと1箇所にまとめるのは良くない可能性がある。となると下ルートと上ルートなんだけど、上ルートここをじゃあ2つ塞いで、でもこの辺りな、ここに置けないのが辛いんだよね。合流するところはここだけど、ここブレードやる。この先が、この先が厄介。
同じようにもうこれに関してはこの辺りにやっておいて、まあ、上下で攻撃する。うん、これはまだいい。ブレードこれでいきましょうか。抜かれるよね、それはね。まだ全く持って育ってない。これ厄介な動きしてるね。うん、ダートのやつにやっといて、ここ最後何やるかな。スピンブレードか。スピンブレードやっておきましょうか。うん、ロード上げて召喚数上げて、あ、もしかしたらここは爆弾使った方がいいかもね。ここら辺規制に倒せるんで。ダメージ増加、さらに増加。貫通系当たってないのが気になるけど、だって上やってきてる。右に打つべきか。あれば最初から右に向かって打つのに貫通系やっといた方が良かったかも。ずれたな。場所を抜かれる分にはいいでしょう。何はともあれ敵の波状椎を壊すようなことをやらないとダメなので、手が手がわからない。ダメなら牛使いましょう。抜かれてんね。この辺り どうすればいいのやら。ここで足止め要因置いといて、これ壊しきれるかどうか、誰に当たってるのかがわからないのが一番辛い。速度が早まった敵は、一個壊した。この先で倒すものがないのも良くなかったかも。ここまで寄られたらダメだと思う。牛使えって話だよね。いやー、ここ詰んだな。どうすればいい。これ牛、ここ塞いだ際に牛ってどう動く？あ、突っ込んでは来ないのか。じゃあこの二つ塞いでしまえばいいんじゃない。もう一個やる。すると真ん中のみであんまり状況変わってないように思うけど、うん、ダブルで。
ここで様子見ましょう。ちょっと手前側で炎やるの忘れてた。よくないね。ごめん、なんとかなるでしょ。早くもこんな抜かれてる？炎を待っていただけなんだが。ちょっと抜かれすぎだな。数が足らない。弾の数が。なんとかコウモリ置いたことによって多少はなんとかなってない。一個硬いのが来てる。黒騎士。まあでもやらんとすることはこれでいいと思うけどな。だがこっち側まだいらないでしょ。炎優先。次行きましょう。黒騎士も倒せてなかったからね。移動予測と増加と数も増やしましょう。390何歩。抜かれてるぞ。とりあえずこれで上は何とかなった。うん、何とかなった。うん、牛もなんか詰まってる感じになってるし、あまりいいとは思わないけど。これであの辺りで時間稼ぎができた。次は川かな。これで貫通いけるんだれば面白いけど。掘り進まれてる。だから結局はこれをやったところで波状椎なんでね。やっぱり波状椎の対策が一番重要。もしかしたらこれ波状椎になんか有効とかそんなことあるかな。上炎やってなかったから黒騎士が厄介かも。うん、なんか今素通り裸の戦士が素通りいたけど。最後の場所を何かで守ろうと思っても虫がなんか突っかかってて話になってない。最後ブレードか。ブレード、波状椎まだか。牛が何の役にも立ってなくて、なんかここら辺逆になぎ倒していったかのような。あ、ちょっと生きてるよね。下手かいんだ。なんか一個壊したような気もしないでもないけど。別のに当たったか今の。下から上に炎。
どうだどうだ、これでいけてないか。うん、虫がいることによっていい感じにダメージ通ってると思いたい。敵の動きは止まってる。ダメージ量どうか。まあこれ抜けたことによって当てやすくなったけど、別、いや違うな、やっぱ2つぐらいなんか重なってる感じがするな。でも徐々に出てきてるなんてことないよねこれね。全部今出尽くした。いやでも考えは悪くないと思う。考えは悪くない。ここ塞ぐ、違う違う、ここじゃない。ここ塞ぐ、上も塞ぐ、炎は必ずやっておく。ここやっといて、これは後でいいか。ブレード、スパイク、ここのもう一個、ここよりかは手前側の方がいいか。ここはダメだな、上から下に。当面これで様子見ましょう。考えそのものは悪くないと思いたいけど、ちゃんとアップグレードやりましょう。ダートじゃなく別のものにするという手もあるけど、相手に行くぞか、出血ダメージ、もう確実にここ守る。リロード速度、召喚数、待ってこっち側、もう一個なんかブロック置いて移動のルートをね、上ルートにしたいけど、壊されるだけだからあまり現実的ではない。最後前置いといて、これ貫通系、今ようやくちょっと、あ、その前にあれだな、左上やんないと。ちょっと弱気だけれども、これ上から下に向かってボルト1個用意やっていきましょう。工場用つい多分移動速度遅いので後ろの方に残ると思うから、まずこっち側を優先してグレード。で次ブレードあたり置いといて、この前にこの手前側もアップグレードしたい。ダメージアップ2回連続で突き出す。2回連続の他はダメージ量増加か、体に火をつけるか。まあ火も悪くはないと思うけど、2回突き刺す。まだか、まだではない。ああだよね、ここら辺がいい感じに倒せればいいけど、
ダメージ量増加、さらに増加、これ結局なんかいつもと変わらないパターンになってるけど、一応貫通系の攻撃は届いてる。ダミージアップ、全部いった。なんとか早い段階で全部倒すことはできている。あとは後ろの間に合うかどうかまた別問題なんだけど、また1個置いたことによってなんとか間に合いそう。これダメージアップやりたかったけどダメージアップはできない。245必要。あ、なんかそっちじゃなかったな今やる方向間違えた。上ちゃんと波状椎の方壊すようにしないとダメだったけど、ダメか。あ、ちょっとここに関しては手詰まりになったので、まあ次は別のところ行ってからまた余裕できたらやるか、スキル変えるとかもやってもいいと思うけど、うん、まあ物理系で引っ張ったりとかも考えた方がいいかもね。使ってない武装も用意、使ってない武装も用意したままだったので、まあ、そこら辺考えてまた次回やっていきたいと思います。また次回ご覧いただけたら幸いです。ではでは。さてもう一回挑んでみたいと思うんですが、これ武装変えれば案外あっさりいくんじゃないかなという考えがあるので、今回は消費トラップこっち側右側優先で、うん、そっかそっかそっか、左側は左側で一発の威力上がるから波状椎には有効か。じゃあいらないのは雷で、何やるかというと、とりあえずまず行きましょう。武装を変えればよかったのかなと。うん、装備変更、これをこの機械加速、対象トラップが直ちにリロードしてクールダウンが減少するというものに変えれば、まあ他は特段これといったものないので、他の部分で何かフォローできればいいけど、それも特になさそうなので、これでいきましょう。多分これで問題なくいけるはず。ここやっといて、まあいいのか。あとは左上も忘れる前に、とりあえずこれで様子見ましょう。でこれはこの今使ってる、え、ちょっと待って、あ、間違えた。では改めてやっていきたいんですが、この機械加速やれば案外いけるのかなということで、ちょっとこの辺り使ってやってみようかなと。ブロックは、ブロックどうするかな、まあこっち側でいいか。うん、ここ通すことによって装置が作動してしまうので、ならばもう右側行ってもらって戦ってもらった方がいいように思う。あとは炎を忘れる前にやっていきましょう。あとは初期のお金を増やすように何か設定変えるとかね、そのあたりやってもいいし、でとりあえずこれで様子見。まずこれ上げてって、これに対して一回使った後にもう一回この機械加速やるとリロードがすごくクールダウンがね早くなるというもの。ちょっと元がいくつか見てなかったからなんだけど、
そういう効果があるので、スティングレード。これはまず上げていく。これは出血でいいでしょう。まあ、それガンガン使っていけば、で、リロード結構これ、早かったのかな？見てなかったけど。うん、ちょっと抜かれてるけど、これは、まず数を増やしておく。こんな感じでやっていけば案外いけるのかなと思います。まあ、ダメならば、ちょっと諦める。あと、これでね、迅速トーテム壊すっていうのも一つの手だと思うので、ここら辺狙ってもいいかも。これをやっといて、今、クールダウン 2.8。これをやると、1.1 になるんで、かなり早く、体を攻撃することが可能になる。うん。これで、ガンガンと、敵倒していきましょう。で、貫通はこれやっといて、もしかしたら貫通以外のものをやった方がいい可能性もあるけどね。実際どうかわかんない。ダメージを増加。鎧破壊。上から来ている。うん、まずは迅速トーテム壊して、ここでタジョーティーが早く行くのを防ぐようにすれば少しでも耐えられると思う。今まで一気に寄られていたのを何とか防げそうな気がするけど、実際どうか。うん、どうするか。まずブレードの方行きたい気はするけど、あとは罠能力上げたので、そこら辺で一発でここら辺を倒せるぐらいになってればいいけど、倒せてるかどうか分かんないな。ガンガン今まず下から攻撃をやってくる。ここ、うん、これ間かなり処理できたのでいい感じに戦えてると思う。うん、この辺りガンガンやってくれてると思いたい。何、たくさん敵いるんだよね。抜かれてるな、抜かれてるね。うん、全部壊し終わってはないけど、まだもう一個あるけど、なんとかはなりそう。あ、本当か？全然これアップグレードできてなかったけど、回転早めて、うん、あともう一個残ってるけど、全部壊したいったな。ここさえ抜ければなんとかなるんじゃない。これダメージ上げましょう。なんとかなる、これなんとかなりそうにないんだけど、あー、なんとかなった。危ない、危ない、危ない。あー、よかったよかった。勝ったな、勝ったか、これ。ちょっと上抜かれてる。もう一回来てるけど、ここまでさっきと比べて数は少ないので、見た目ね。
それでもなんか2つ3つ重なってるように見える。なんでこんなとこでミスすんの、そんなくだらない。うん、このスパイクトラップ結構速い速度で今攻撃やったことによってあっさりと倒してる、あっさりと倒してる。あ、こっち詰まってるな敵。今のうちに貫通系で手前側を上げておく。ちょっと待って、まだ来てるね。こっち側か。うん、上抜かれてるけど、ちょっともう手当て打てないんで、他はお任せで。うん、多分ここの回転してるのがいい感じに効いてるのと、両方から行こうとしてるので、それで詰まってると思う、この辺り。なんで外す？いや、当たってたのか、今。当たってても、ダメだったな。ちょっとここ抜かれそう。ブロック置いとくか。うん、ブレードのダメージでいい感じになってると思うんだけど、ポイントが全然増えてないから。でもこれ下抜かれるとこれはこれで厄介だな。ポイントたまらないんだけど。炎が欲しいんだよね、この辺り。炎でもあればなんとかなるかなとか考えてるけど、変なルート抜かれたな。ちょっと今何か物を立てるような状況にならなくなった。変に立てると、うん、下ルート、まあ下ルートを切っててもそれぐらいであるならばいいか。また後ダメになる可能性あるけど、今ぐらいであれば。ああ、そうなんでね、これバリケード壊すタイプでね。バリケード壊すタイプなので、ここでようやく下げる。なんとか耐えた。あー疲れた。なんとかなったでしょ、これで。下の方も何か手当てしたいけどな。両方で詰まるってのは助かったな、それだけで。あんまり考えてなかったけど、その状況はね。いや違う、炎だな先に。炎ダメージを与えていく。リロード速度アップ。うん、抜かれてるけど炎のダメージで。あー当たってない。まず最初こっち側で。うん、下から上でもなんとかなったかもね。んで、正面工場用つい、工場用つい3か。それぐらいであるならば問題なく。あとは変に壊す敵さえ来なければ。
こうかな。あ、なんでこれ素通りされてる。待って、そんなにあっさり倒されるような状況だった？うん、こっち側、威力数増やしましょう。まず最初ここ抜かれてる抜かれてる。いや、なんでこんなあっさり抜かれてるんだろう。さすがに使わないとダメか。そんなに弱いってわけじゃないと思うけど。できてる、過ぎてる。悪くはない悪くはない。ここ一つだけで耐え切ったかのような状況になってる。工場用追はまだまだ。いや、もう来ないか。上はデーモンだな。置いてきましょう。危ない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 。コースクリロードやりたいけど。リロード速度アップ。よくないね、固まってる。召喚数増やしておきましょう。あれで上は大丈夫だと思いたい。あ、この右側のがなかなか反映されてなかったか。あ、ハンデ今釣れたの。こういうの勘弁して。うん、この怪人は結構耐久があるな。当然それだけでなく別の悪影響もあると思うんで。考えがまとまらない。アップグレードやっていきましょうか。ダメージ量増加。うん、この黒騎士が変な感じでやってきてしまいそうで怖い。で、下から上、場合によっては上の方に抜けた敵を倒してもらいたい。次は工場用ついやってくる。先長いね。まだまだ安定して何かできてるわけじゃないから。まず最初はここ。もう一丁ここ。次は貫通の方か。うん、一体抜かれてる。またブレードやっといた方がいいけど余裕あるかどうかだな。うん、多少抜かれる分であれば問題ない。また左下の方はどこら辺で守ればいいのか。あ、外れた。失
死に頑張ってもらいたい。下に向かって撃ってもらおうか。詰まってんね。詰まってくれたことによって何度かなった。多少抜かれたけど、これくらいであるならば問題なく。ああ、気が気じゃないね。ポイントも全然たまらないしね。抜かれてる。まああれぐらいあるならば問題ないんだけれども、まだここまで来てもどうにもなってないっていうのがね、謎だよね。謎も何もどうにもなってないんだからしょうがないってしょうがないんだけど、全部倒したね。ちょっとこれ良くないんじゃない、この数。まあでも下から上に向かって撃ってくれていた。あ、なんでこんな抜かれる。結構強固なはずだけど、うん、まだあるんでね。工場用つい次4つ来る。それに対する備えが必要。ダメージどうか。抜かれる分にはいいか、多少は。よくはない、よくはないけど、枯れてしまうものはしょうがない。まだ倒せない。雷とかも置きたいけどね、この辺り。まだ全部行ってないか。あー久しぶりだな、ここまで抜かれたの。一応なんとかなったブレード置いてきましょう。うん、真ん中でもよかったか。工場用ついたの見逃せた。あ、これでラストか。ならばなんとかなったな。雷いやー、ここは今作で結構苦戦したけど、それでも1時間かからずにクリアできてるんで問題はないと思う。うん、終わった。素晴らしい。まあちょっとアイテムをね、いろいろあったの忘れてた。ということで、これおしまいかな、こっち側は。それとも、あ、まだある。レベル12、こっちも12といったところで、今回はここまでで終えて、また次回は下の方、そして上の方やっていこうかと思います。アイテムだけ確認しておきましょうか。これどうなんだろうな、ページ数マックスまでいったら
どういう扱いになるのか。スピンブレードがレベルプラス4になる。強化費用が2減少 2%。これはスピンブレードだけなのか、それともそうじゃないのかが分かりにくいんだよね。うん、これ何か。これはやらない。利がなくなる。これは本能ダメージ 74%、 構造物の耐久力が 78%、 うん、炎のダメージ量、これが 50%。 こちらに変えましょう。これ初期476プラスゴールド、なんと味方の体力47でやっていきましょう。これ300、308。まあまあまあ、ポータルの方の攻撃力上げる方が助かる。ちょっと埋まってくるけど このマップ開いてやるのまでやってしまうとね。炎の持続時間が 74%。 炎の持続時間、これダメージ量、これもダメージ量、持続時間、持続時間 74% といったところかな。未確認マップのトラップはもう使わない。さて、維持、物理もほとんど使ってないし、結合の方でリロード速度アップ。いや、まだまだポイントがある。これも全部やっときましょうか。トラップのペナルティ 50% 減少、移動的に動ける可能性がある。あと消費トラップのリロード速度、こっちでもいいな。こっちからやっていきましょうか。うん、こんなところでマスタリー。まあ、ほとんどボルトトラップだよねって感じで、あとはボックスに上げておくといったところで、今回はこれで終えて、また次回続きやっていきたいと思います。まあ、多分、あと3つ。こっち側1、2、3、4、5。あと8つぐらいか。あと3話か4話ぐらいで終わると思いますので、また続き興味ありましたら次回以降もご覧ください。ではでは。